ここは豊島区某所にあるスナック祭り。夜な夜な美少女ゲーム業界関係者が集うこのバーに、今夜も迷える子羊が迷い込む。いらっしゃいませ。あの噂で聞いてきたんですが。噂？さて何のことでしょうか。さあどうぞ。すいません、僕声優なんですが、ここに来れば美少女ゲーム界のレジェンドに会えると聞いてきたんです。レジェンドはどこに？そんなもの、ここにはいないわよ坊や。あなたは？この店のママです。ちょっと、いつものあれ流してくれる？坊や、これでも聞いてから出直しといて。クロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳山だよのラジオは耳ラジ。クロックアッププレゼンツ耳ラジ、クロックアップの池田かなめです。パーソナリティの杉原まつりです。そして本日のゲストは、はじめまして、声優の稲荷ゆずきです。イエーイ、よろしくお願いします。ありがとうございます。謎の小芝居から始まりました。何だったんですか？何だったんですか？分かんないです。レジェンド？レジェンド結局何なの？マスリさんなんじゃ、マスリさんじゃない。分かんない。レジェンドと言うほどレジェンドじゃない。歴はまあ長い、それなりに。でもまあ永遠の18歳ですもん。そうですね。さっき17って言ったら、それはちょっとゲームに出れないから。あ、やばいって。軌道修正。18か19かなって。出しとこぐらいの気持ちでやっております。はい、ということでなんか、すごい珍しいですよ男性ゲスト。そうですね、本当ですよ、うんうん、だって今まで男性ゲストで声優さんってなるとほぼいないんじゃない？いや、いないんじゃないですか。男性自体は館総慶先生とか、そう、あとうちのリュウジとか。リュウジ？そう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 、何回か出てますよね確か。そうか、私はお会いしたことない。そう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 、あの弊社の AD で。なるほど。そんな貴重な回で、ね、すいません、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。お越しいただきまして、ありがとうございます。ではでは、普段とはちょっとね違う系統の方からメールいただいておりますので、はい、オープニングメールをご紹介してまいります。はい、ハンドルネームゆうさんからいただきました。ありがとうございます。皆様はじめまして。はじめまして。はじめまして。今回稲荷うずきさんがゲストのとのことでメールをさせていただきました。私が稲荷うずきさんを知ったのは美少女ゲームではなく、ほうほうほう、女性向けアプリと女性向け音声でしたので、メールを送るのは場違いかと思ったのですが、応援している気持ちをどうしてもお伝えしたく今回送らせていただきました。稲荷さんのお声が大好きです。なんか昔のちょっとドラマ思い出した。ありがとうございました。ありがとうございます。これからも応援しておりますとのことです。いいですね、ノリが90年代でね。嫌いじゃないですけど、バカにしてるのかな。むしろね、今日は稲荷ゆずきさんにいっぱい喋ってもらおう。そうですね、ちょっとなんかちょっと引き気味。いや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 、そうですね、そうだよね。そうですね、残酷なんだよ。そうですねは。僕はあの好きあればサボりたい人なので。そうだから出ている作品の系統的にも男性のユーザーさんはあんまり認識がないみたいな。あ、そうですかね。でもまあ一応今出させて、ちょうど今結構好評、ダウンロード開始されてます、あの毒糸と毒矢だけ作品はですね、うんうん、漫画の方が鬼弁勝先生っていう先生、はい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 、めちゃくちゃ広告に流れてくるやつ。じゃ女性向けらしいんですけれども、結構男性にも受けてるみたいな感じで。そうですね、勝先生自体が男性向けにも書いてらっしゃった。そう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 、だって、うんうんうん、だって見たことあるもん。うん、あ、そうそう、うん、そうそう、快楽天とかで見たことある。快楽天だ。愛読書。毎月定額で読めるサービスから。あ、いいですね、価格サービスね。わかります。なるほどね。なんかゆうさんにね、ありがとうの気持ちを込めて、なんかこのせっかく目の前に耳型のマイクがあるから、なんか耳障りのいいこと言えばいいじゃない。耳障りのいいことを言えばいいじゃないときましたから。今日は前回は頭型のやつだったんですけど、はい、今日は耳型。今日ちょっとあの古いスタジオにちょっと前戻り。古いスタジオって言わないで。ここだってできたってピチピチなんだから。私のね、おなじみのね。そう、前戻りまして耳型のマイクでやります。はい、じゃあ胸キュンの稲荷うずきくんの胸キュンのセリフまで3、2、1。ゆうさん、メールくれて大好きだよ。
ありがとうで来ること今やっぱね大好きは大好き、ね、そうそうそう素晴らしい90年代の森は大好きだよ、 大好きだよありがとうございましたありがとうございます、はいというわけでこの前一緒に飲んだらいろいろと面白いエピソードを持ち合ったので呼んじゃいましたということで、これどの方が書いてるの、誰が俺と飲んだの、こいつです、多分スタッフ B さんじゃないか、はい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 です、あ、でも多分ねスタッフ B さんも飲んだのも結構前なんですよ、最後あのね、あの時勢があるから飲んだの多分 2,3 年前ですよ、あ、そうか、だってねお店が開いてないですもんね、なかなかね、あの、ま、やっぱりね、あのちょっと遠慮するところもありまして、まあ、でも、ま、やっぱりなんかそんな面白いエピソードだったんですかね、わかんないですけど彼女には受けたんでしょうね、ありがとうございます、じゃあその辺もうちょっとね今じゃなくてもうちょっと後で聞いていきましょうか、深掘りしていくという、はい、そうですね、はい、というわけで耳の穴も舌の穴もぬれぬれな約30分間、耳山クロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳山だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジ、この番組はクロックアップの提供でお送りします。改めましてクロックアップの池田かなめです、杉原まつりです、そしてゲストの稲荷うずきです、よろしくお願いします。というわけでまずはこちらのコーナー、普通だ、このコーナーは番組に寄せられたお便りメールを紹介しつつまったりトークするコーナーです、安心する、その前にまだ R18 系作品デビュー間もないゲスト稲荷うずきくんを知らない方のために1分で自己紹介をしていただきましょう、赤ちゃんに求めるのは結構ハードだ、ね、赤ちゃんだけど1分1分で自己紹介はなかなかハードだった、私たちは喋らんからねでここにアラームをストップヨッチ、あ、ストップヨッチ、ヨッチストップヨッチ、ストップヨッチ、ストップヨッチ、かわいらしい2000年代に流行ってそうな初頭にね、準備はよろしいですか、はい、それでは稲荷うずきくん1分間で自己紹介、3-3-1-2-1みたいな、あの3-3-1よろしいみたいな、運動会で聞くなみたいな、すごいフェイントですよこれこれはなかなかの大変でしたね、なんでこうなったの、3-2-1よろしいよろしいですか、3-2-1どうぞ、はい、稲荷うずきと申します、年齢正確、年齢は特にあの不詳でございます、ですね最近あのここ3年ぐらいであの初めて R18 美少女ゲームも含めてあの女性向けアプリとかも出演させていただくようになりました、そうですね、エッチなことは普段あまり何も考えてないので最近はあの老後のような生活を過ごしたいなと思ってます、そうですね、あの 猫カフェに行って猫ちゃんをめでたりとか、あとね、あのまあカラオケに行って、あのカラオケでおじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんいないわ、一緒に歌って歌、一緒にはいないわ、一人で歌ったりとかねやってますけれども、そうですね、お仕事の時はちゃんとエロ、あの思い出そうと思って、エロい心を思い出そうと思って股間を頑張って、あのケツ、股間に血流を巡らせようと思って、あの亜鉛とかね、マカとかね頑張って飲んでから、最悪あのねレッドブルーみたいなやつ飲んで、あの元気出してから現場に行ってます、これからも頑張りますので、ぜひぜひ皆様よろしくお願いします、あと4秒、あと4秒、4秒っていいかな、もう割り切ってね終了、でも割といい感じの時間内に収め方、そうですね、ありがとうございます、でも全然出演者言ってない、ね、言ってないですねまあ言ったけど、そうです、ね、最初にオープニングに言ったけど、ね、ケロさん、あ、そうですね、ケロキューさんで次の空の、次の空っていう、あの、まあ、1999年にあのすごい昔に出たゲーム、そうですね、そちらのゲームのリメイク作品で、あの、まあ、ちょっと追加キャラで昔から一応いたキャラらしいんですけど、うん、初めて立ち絵がついて、横山清っていう、あ、なるほど、あの横山康子っていう、あの秋野花さんって方が演じられて、あ、なるほど、だからそれの相方的な、そうね、その相方みたいな役でやらせていただきます、安清みたいなそうですね、みんなめっちゃ言ってました誰何一つひねってなかったね発売するまではすごいそれ流れてますあとさっき言ってた女性向けボイスドラマの、はい、あ、ドクイートドクエラエラエラ、はい、そうですね、ドクイートドクエラの、ドラマ作品、ドラマ初めての催眠魔法っていう ASMR 作品で、はいはいはい、双子の竜神族っていう、竜神族のなんですかね、まあ、いわゆる皆さん分かるような竜神族、ファンタジー、ファンタジーですね、はいはい、ファンタジー世界の竜神の奴隷の子の双子のうちの一人でテオっていう役を演じさせてます。なんか見たことあるな。多分ですけど、すっごくあの広告が流れてる見たことあるね。パッて飛んだ、うん、いつかは出会う。なんか見たことあるな。めちゃくちゃ絵が綺麗、ね、あれか。そうです。
ね、エッチな方とかね、奔放な方のあのキャラですね、こっちの方が、ね、あの理性的なキャラと奔放なキャラが双子でいるんだよね。そうですね、のうちの奔放な方だ。奔放な方です、うん、理性的な方は割とデスマス的な、デスマス的な、そうですね、結構いっぱい喋ってなんかいろんな魔法とかを分かってるんですよ。僕はどっちかっていうと肉体派の肉体派あ、じゃあ気になる方はね、ぜひチェックしてみてください、ね、はい、漫画もね、ドクイドドクエラ発売してますので、ぜひ皆さんも、ね、そうですね、めちゃくちゃ、なんだっけ、何万ダウンロード16万今多分超えてる、すげえじゃん、ね、それの声ってすごいじゃないですか。いや、ありがとうございます。もう、ね、本当にその先生がお選びいただいたということで、ありがとうございます。催眠魔法って書いてある。催眠といえば確か杉原さんもね。ああ、私、うん、催眠よくかかったりしますけどかかったりしますけどなんか催眠ではらんだりとかしますよね催眠ではらんだことは大体はらむな。ほら、あのこの前出たあの相上岡先生の、ああ、はらんだはらんだはらんだはらみましたと、はらんだはらんだってのかなでもはらんでなかったんじゃなかったな、結果的に。あれ、そうか、結果的に一番メインの子だけがはらんで、いや、はらんだっていう着床っていう表現はあったけどあ、いや、はらんだな、はらんだはらんだ、はらんでない判定がねどうなんだろう、いろんな作品が上書きされていくとだんだん分からない、はらんだかはらんでないかもちょっと結構一大事なんですよねうーん、そうねって、産んだかなって、産むとこまで行ったかなとかそもそも着床はしたけれども、お腹膨れるところまで描写あったかなとか、あったかなとか、あったかな本当にってなってくる感じです。はい、でもまあよくあります。はい、あ、よくあるんですね。大丈夫かな、女の子聞いてるんだ。そういえばそうだった。あ、そうでした。ごめんごめんね。もうちょっとエレガントにいかない。エレガントに。私というね。ね、なんかね、アフタヌーンティーとね。ね、なんかティーをいただきながら。スコーン食べながらね。ね、それでまあメールをご紹介してまいります。はい。しれっとね。はい。ハンドルネーム、ハッピーバースデー大助さんからいただきました。ありがとうございます。誕生日おめでとう。おめでとうございます。タニキ、まつり姉さん、そしてゲストの稲荷うずきさん、ミミラジは。ミミラジは。今回のゲストにまさかの男性声優さんがお越しとのことで、はい、兄貴×稲荷うずきさんになるのか、稲荷うずきさん×兄貴になるのか、モブオージーバーサスイケメンが聞けるのか、今からドキがムネムネしていますと、内容のないメールを失礼しました。それではやんねえよ。いいですね、どっちがいいんですかね、こういう場合は。あの指揮者からするとどっちがいいんですか、祭り姉さんからやっぱり稲荷うずきかける兄貴かな。ああ、ちょっと、あの、僕わかんないんですけど前が、あれ、前後ろでなんか違うんですか。あの、甲州が違いますね。甲州が違う。あ、なるほど、どっちが守備でどっちが攻めかな。まあ、攻めは前に立てる方、うんうん、あ、攻めが前なんです。そうです、そうですね、それ戦争になるからね、気をつけてください僕ね、わからないんですよ。先の方が攻めですよ。先の方が攻めですね。先の方が守備ではないんです、ね。本当にこれマジで戦争になるんで気をつけてください。三人目も現れますからね。第三人目が現れてる。三人目来るから。三人目の場合はどうなるんだろうね。そうね、あれね、どうなんですかね。そういうのあるんですね。でも攻め受けじゃない？あ、そうですかね。あ、でもなんか挟まれるパターンもあるよ。攻め受け攻めもあります。あんまない。あ、本当ですか。あんまない。そう、殴るっていう感じみたいな。二重人格キャラとかだと攻め受け攻めみたいになりません？あのね、難しいね。それ男性向けか女性向けかで違うんだけど。あ、そっか。違うんだ。私ディバ NG だから。あ、なるほど。まつり姉さんはリバ NG だそうですわからない、兄貴ついてきて。リバって何ですか。リバーシブルです。肝臓ではなく肝臓それレバーレバーだよ、ね、いや、あのリバーシブルですね。リバーシブル、攻守ともにっていう、うんうん、あー、なるほど、攻めも受けもいけますよ。そう、どっち入れ替わったりとかするのが。あー、なるほどなるほど、うん、なんかね、リバーアリみたいな言いますね。リバーはなしでお願いします。わからねえ。まあ、良きところで次のメール、次のメール、はい、ありがとうございます。わさびめんさんからいただきました。ありがとうございます。兄貴、まつり姉さん、ゲストの稲荷うずきさん、ミミラジバー、ミミラジバー、すごく珍しい男性ゲストということで、うん、きっと BL 的な展開間違いなし。やっぱりね、みんな何を望んでるんだ特に ASMR のコーナーはやばくなると思いますので、まつり姉さんは今からさぞワクワクしていると思います。でもね、知り合いのそういうの聞くとね、
あんまりよね。しかも片や今年46になるおっさんやぞ。いやそれはでも声優界においては若い方ですからね。50代とか全然ありますから、ね、50、60喜んでるそこ求められ始めるからね。新人声優さんにはハードが高い無茶ぶりを要求されても、新人声優さんにはハードルが高い無茶ぶりを要求されても頑張ってくださいということですけれども、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ね、もう割とね喋ってるとね、そのなんだろうな、弁が立つというか。ありがとうございます、ね、やっぱうまい感じはしますよ。本当ですか、ありがとうございます。なんかあれ、クロッカップさんの作品で男性に CV つくのって、基本的にはあっち方面。あ、あっち方面か、あっち方面、あっち方面、女性向け、女性向けというかユーフォリアとかあっちの方のラインですね。この前の、あ、そうか、眠れぬ羊と孤独な狼とか。あ、はい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 、あっちの方は男性も声ついてますね。うんうん、なんかそういうそのD兄貴的にその男性声優さんがエロゲに出た場合にどういう風なものを求めるとかありますか？あ、どういう風なもの、はい、僕の作品の場合あんまりその男性声つかないんですよ。基本的に主人公ぐらいしか男性がほぼ出てこない。主人公喋らないからな、ちょっと無口なタイプ多いですもんね。あと基本的に自分が感情移入するんで、主人公には声があるとそれがもうキャラクターとして出来上がっちゃうんですよ、ね、だからあんま声は入れないように、それ以外の、まあ、友人キャラであるとかそういうのにはちょっと入れたりもします、あとモブとか、モブおじとか、モブおじというか昔1回だけモブの声をやったことあるんですよ、ね。そうです、なんかイベント会場かなんかで女の子が主人公とイチャイチャしてるところを見て、おい何あれやってんじゃねえ の2人がイチャイチャしてるのにやってんじゃねえよは結構ですね。それを横から見てなんかあの子すごいエッチだよな。中学生なんだよな、頭がな、もうやったような気がする。面白いな、やりたいな。そういう風な、やっぱあれか、割と広いラインを求めてるってことですよね。そうですね。やっぱ模倣じゃね、やれるようになっとかないとダメですね。そうですね。むしろ何だったら、ね、主人公に声入ってないんで自分で声を当ててみてほしい。ああ、やりますやります。でも10代の頃ずっとやってました。10代の頃、あ、10代かな、あ、10代かもしれない。エッチなゲームとは限らないですよ。そうか、そう、エッチなゲームじゃないから、ギリ、あ、いける年齢かも。あ、ギリいける。10代の中もギリいけると思う。ハイティーンかもしれない、ね、空白期間があるんでね。もしくはお兄ちゃんが持ってるやつをこっそり夜はあのお兄ちゃんのパソコンのところに入れてカチ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 、お兄ちゃんが寝返りしたのにビクッ。はい、じゃあ次のメールいきたいと思います。はい、ハンドルネーム IA いちこさんからいただきました。ありがとうございます。兄貴、まちょりたん、いなりさん、みみらじわ、いなりたん、ありがとうございます。クロックアップさんの新作先割りアパート、先割りアパート、そう、あ、楽しみです。さ、キャラクター紹介を拝見しましたが、個人的に常に糸目でニコニコ笑顔の淑女が実は肉食系というのが好きなので、なでこさん推しです。他3人は夢野さんが気になります。遊んでそうなギャルがビビリ系処女というギャップで意外と甘々な感じで、サンプル CG がフンニなので顔面企業69担当になるの楽しみにしてます。熱いですね。女の子も聞いてるんだぞ。だってそういうメール来てんの。逆に第1第2ヒロインが性欲が強い処女と G で処女膜を喪失した処女でアブノーマル担当になるのではと思っています。そして4人の CV は誰が担当するのか、とても楽しみにしておりますということで、お三方の好みの女性キャラの外見、性格、性癖、お好きな体位、エッチのシチュー教えてほしいです。はあ。今ね、マスクの中が大洪水よ。ああ、そういうプレイ、アレルギーがね出てきたわよ。失礼。実際どんな女性キャラが来るんですか？女性キャラですか？僕でも銀髪の子がすごい好きかもしれないです。ですね、銀の髪であんまり喋んない子の方が好きかもしれない。あ、なるほどね。あ、なるほど。ボソ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 銀の喋る方みたいな、一目ボソボソ、そうですね、なんかロシアからの転校生みたいな。あ、いいですね。そうですね、なんとかチドボリツっていうダスビダーニャ。知らんけどロシア語。たまにちゃんとロシア語喋ってくださないですね。なんだろう、バリバリだっボルシチしか知らない。もう食べ物ですね。可愛いですね。ボルシティしか言えないのが可愛いですけど。僕はあれですね、やっぱりちょっと人妻系が好きなの。へー。そう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 。好きなシチュエーションっつったらもう NTR しかないっていう。なるほどね。ああ、極まってますね。まあ NTR 大好きってしょうがないですよ。まあわかります。NTR の方がいいですね。
私ロリが好きですね。ああ、ロリが、ロリが好きですよ。一生やんないですけどね。でも自分と離れたものが好きなんでしょうね。ああなるほどね。うん、だからロリの声優さんとか見るとすっごい羨ましいんです。あんな甘々な声どこから出してる。ちょっと試しにやってみません。やんないっす。したいなってリスナーがきっと言ってますよ。パソコンの前でキャスティングしていただいてからね。やるものですよ。鼻水も出てます。これでロリボイスを聞いて、あ、杉原さんにキャスティングしてもいいかもってなるかもしれない。ちょっとね、200ワード超えるときついから。総再生って30分ぐらいかな、うん、ちょっと超えるときつくなる。ちょっとね、だん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 老けていくよ。徐々に、多分だけど最終的に着地がちょっともう成人してしばらく経ってるねってなっちゃう。もう出ないんです。毎回ちょっとフレッシュな切り口でやっていかないと。やっぱだから地で結構ハイトーンな人とかは羨ましいなって。ああ、なるほどね。そんなロリ祭りさんを果たして聞くことができるのかね。楽しみ。いつかやりたいと思ってるよ。ずっと言ってるよ。だからそのいつかの機会がいつ来るかはわからないから。そんな感じでよろしいですか。はい、じゃあ次回作がいつでしたっけ。次回作はですね、1月のいつだったかな。なんだっけ。ね、クロックアップで検索する。みんな調べてる。ラジオのみんな携帯見てる。1月の28日発売でございますね。ツイッターから見ればいい。はい、あ、パッケージ版3800円、ダウンロード版3800円と。買っていこう。なんかパッケージなのに値段変わんないですね。ダウンロード版、そうですね、最近はもうほぼほぼ同じですね。そうですね。はい、もうヒロインもね、4人こうずるっとずるっといらっしゃいますので、ずるっとずるっとね。僕はね、あのヒロイン2が好みかな。おっぱいが大変なことになってますね。はい、夢ヶ崎マーヤさん。夢ヶ崎マーヤさん。いや、もうこの不摂生な感じいいじゃないですか。ああ、なるほどね。不摂生な感じいいじゃないですか。ちょっとお腹周りとかね、ちょっとおへそのラインが縦じゃなくて横になってるのがちょっといいじゃないですか。201号室。そうです、そうです。そうか、いい、全員先橋ってこと。そうです。はあ。なるほど。全員ちょっとなんか夢みたいなパートだぜ。全員ちょっとダメな感じの先橋というか、なんか欠点がある感じというか。セーターいいな。そう、セーターわかるな。縦セーターいいですよね。縦セーターすごいですね。あったか、楽しみ。縦セーター縦になることでこうおっぱいのラインがよりわかるっていう。そうですね。センター系でよくラインで。これはその CV とかの発表はまだですね。まだ。はい。わかりました。はい、多分でも近いうちにはできたらいいなと思っております。はい、はい、以上ふつおたのコーナーでした。続いてはこちら、お試し ASMR 体験会。イエーイ。このコーナーはリスナーの皆様からいただいたお題セリフをバイノーラルマイクを使って読んじゃおう、ただし誰が読むかは神のみぞ知るというコーナーです。はい、まあ、基本的にですね、まあ、3人でじゃんけんをして、はい、読む順番を決めます。まずね、順番を決めますよ。勝った人から1番手2番手3番手好きなところから選ぶ、ね、はい、とりあえずじゃあじゃんけんポンしてやる順番を決めましょう。はい、はい、最初はグーじゃんけんグー、負けた、負けた、最初はグーじゃんけんグー、はい、ゴールでしょい、はい、ゴールでしょい、負けた。まあ、祭りは守りの2番ですよね。じゃあ僕は先手の1番かな。あ、じゃあ稲荷さん、やっぱりゲストは最後に来ていただかないと。締めていただかないと。怖いな。では兄貴から引いてもらう。今回まだ稲荷さんですからいいですけど、うん、他の女性声優さんだと、はい、そう、女性声優さんに読んでほしいセリフがいっぱい来るんですよ。ああ、なるほど。それを僕が引いたりするわけです。いいな、聞きたいな、そういうの。そういうの聞きたかったな。ほら、僕は先手なんで、じゃあ一番上からいこうかな。はい、はい、じゃあ真ん中にします。いただきます。はい、じゃあちょっととりあえず中を確認していきましょう。オープンズ、なんで養生テープで止まってるの。これしかなかったのかな。チラララララ、なるほどな。いや、嫌いじゃないぜ。なんか2つある。え、僕は結構これ好きだけど、私は意味がわからん。これは2つあるけど両方読むの、それこれでストーリーを作るの。
お好きな方でいいですよ。では今回のやり方ですが、一人ずつこのマイクを使って一番の方から撮って、で他の方は出る、で最後にみんなでその撮ったものを聞いて反応をするっていう感じです。はい、品評会があると、品評会があると、じゃあ蓋を上げてね。はい、じゃあ僕がじゃあファーストボーなので、はい、私と稲荷さんはお外で待機していただきます。はい、楽しみだな、これ。どうしたらいいんだマジで。はい、それでは、はい、あんまり訪れてほしくない視聴体験。まずは兄貴からですね。はい、かわいい。はい、ハンドルネーム、私は冷やし中華が好きだよ、ご飯に合うからね、参加いただきました、ありがとうございます。じゃあセリフを言っていきたいと思います。たまにはされる方もいいもんだろ、その証拠に。いつもより硬くなってるじゃないか。はい、そんな感じで、はい、そうですね、やりましたけれども、私は冷やし中華が好きだよ、ご飯に、ご飯と一緒に食ったりするかね。ご飯には合わないと思う。いやでもほら、冷やし中華どっちかというとちょっと酸っぱめじゃないですか、うん、そのあとは餃子もほら酢につけてくるから酸っぱめじゃないですか。まあ確かにね、でも麺ついてんだよな。同じようなもんですよ。そっかそっか、酸っぱいけど同じですよ、うん、これは硬くなりすぎ伝説。そう、どもう硬くさせないん。なるほどね。まあ、何が硬くなってるかは言わないんですけど、ね、何じゃないですかね。いや、もしかしたらあれじゃないですか、あのレジンを固めてるところかもしれないんで。 UV でかー、そうか、硬くなってるね。もうあの紫外線あってこんな硬くなってんじゃねえかかもしれない。ハンドメイドも、そう、ハンドメイドのなんか多分アクセとか作ってるんですね。ミンネとかで売ってんだろうね。そうそう、きっとね。だから一人で黙々とやってると寂しいから喋りながら。そんなハンドメイドの人、いや。もっと硬くしてやるぜみたいな。なるほど、あるかもしれない。ありがとうございます。続いては、続いて、まつり姉さんの、あてくしの、どうぞ。ハンドルネーム大助さんからいただきました。テコキボート、こぐの得意なんだ。シュイーシュシュシュイーシュッシュッ。いいでしょ、はい、いいでしょ、はい、これがあれですか、そのロリっぽい感じ。一応まあ今まで ASMR 体験会では出せなかった。出さなかった。なんで出してこなかったんですか。出さなかった。そうですね、もう喉半分しないですか、大丈夫。ちょっと高めに鼻に当てる。いやでもね、このリズムいいですね、衆院出資のリズムは。置きどころ迷子の一番なんか探り探りやってしまうっていう。分、ね、かんなかったぜってなるやつで、はい、お送りさせていただきます。喉大丈夫ですか。喉大丈夫ですか。大丈夫ですか。ちゃんとロリに聞こえましたか。今が死んでますけどね。はい、じゃあ次が、はい、はい、稲荷さんの、わさびめーんさんからいただきました。もうこんなに硬くなってるのか。ビクビクさせて大丈夫だぜ。俺が今からもっと硬くさせてやるよ。出すの早すぎ。はいはい、はい、という感じで、やっぱ本職なんだよな。そうなんだよな。そんなことないよ。鼻水出ちゃうんだよな。鼻水出ちゃってやっぱ本職なんだよな。ちょっと汁漏れちゃったからな。あ、早かったからな。でも松井さんの鼻水なんですけど。そうそう、出ちゃうの。出ちゃうね。やっぱりみんな固くさせたいんですね。そうですね。やっぱね、ロマンがね、ロマンありますからね。にあるんでしょう。ありますからね。僕一回ロマンのこと口マンって呼んだことある。
何これ、プチマウンテン、何これロマンだ、素晴らしいと思います。完璧だと思う。自覚は一緒なんだよね。そうそうそう、逆にあの口番をロマンで呼んだことそっちの方がスムーズよ、うん、奥さんの口番気持ちいいぜみたいな、奥さんのロマン気持ちいいぜみたいな。何言ってんだこいつ、何一つ分かんない。そのエロ漫画でそういう風に読んで一瞬なんかあれ何と思ったことある。日本語って難しいよね。口とろ同じですからね。面白いね。でもゴシップ体で書かれると名は分かんないですから、ね、分かんない、あの時間も分かんない、一緒だったりするからね。はいはい、はい、はい、というわけでこのコーナーではリスナーの皆様から ASMR で私たちに表現してほしいセリフやシチュエーションを大募集しております。はい、一回もないですけど、メーカー様同人サークル様からの応募も大歓迎、新作のプロモーションにぜひどうぞ。はい、応募は番組ホームページの投稿フォームからお願いします。以上、お試し ASMR 体験会のコーナーでした。というわけでクロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳山だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオ番耳ラジはいかがだったでしょうか。今回はね、普段とちょっと毛色が違う感じでしたね。そうですね、雰囲気がね、やっぱ男性がいると違いますよね。そうですね、兄貴も男性ですけどね。あ、僕もう次回喋んなくていいんじゃないですか。なんでよ。そんなことない。なんでやっぱなんか池田って書いてあるとか全部ちょっと嫌に変えてもらって。いやいやいや、声変えてもらってね。うん、でもね、田辺さんいるとね安心するから、もう心がね今日めちゃ緊張してるんですよ。何喋ろうかなって。ザ声優っていう感じだったね。私が言うのもなんだけど、声優さん。なんだけど私は結構だらっと喋るから。あ、僕らね良くも悪くも慣れすぎてるんで、もうちょっと緊張した方がいいかな。でもそうするとなんかそれはそれ違うものが出来上がりそうじゃないですか。まあでも、じゃあ次はちょっとパリッとした感じで、パリッとした、じゃあパリッとした杉原さんを、そうですね、ぜひお聞かせいただけたらと思います。じゃあ次回ね、ちょっと時間ちょっと今言っといて言わなきゃよかったなと思ってます。兄貴もパリッとしてくださいよ。僕はしない、僕いつもだってこれですもん。僕番組始まってからずっとこれですからね。パリッとしよう俺も。そもそも声優だぞって、声優ラジオだぞっていう。僕声優じゃないのに何を求めてるんですか。おはこんばんにちはと思って。そうしましょう。じゃあね、次回はね、そう、俺と声優っていう。じゃあ、手入れ、じゃあ杉原さんもちょっと我々二人確認しましょう。そんな楽していいんだ。5分持つかな。30分持たせてください。なんかあったらもうどんどん突っ込んで。あ、楽な楽な。杉原さん今も声優っぽくなかったですよ。あ、ちょっともう一回お願いしますか。きつい、死ぬな。終わった後多分めちゃめちゃ切れる。もう多分扉バンバンするよ。何よっつって。何か告知ありますか。はい、あります。はい、はい、僕の方がですね、はい、クロックアップより新作発表しております。はい、これは新作砂丘アリアパートということで、砂丘アリアパート、はい、まあ僕のがやってるタイトルなので、うんうん、まあ、分かりやすい感じで、うん、はい、基本的に女の子がイチャコライチャコラするだけのお話でございます。いい、全員サキュバスのアパート、はい、に入っちゃって、はい、ほら、サキュバスとやるって言ったら決まってるんじゃないですか。うん、決まってる。もうガッポガッポヌッポヌッポですよ。あったけ。はい、こちらの方がですね、発売日がですね、1月の、28日となっておりまして、鋭意制作中でございます。なるほど、はい、楽しみですね、はい、いろいろこの先も情報が出てくるでしょうし、よろしくお願いします。ちょっとだけね、イベント CG も出てるんですけどね、もうご期待いただけたらなと。はい、まあ、すごいエッチな感じになっておりますので。Twitter とかはいいの。Twitter も当然いますよ。あ、いますか。今からですよ。今からですか。はい、クロックアップ Twitter やっております。で、Twitter がですね、おそらく情報が一番新しいかな、うん、と思いますので、そうですね、はい、ぜひね、フォローお願いしますということで、クロックアップの Twitter なんですよね、言うですのね、ですですの、ね、突然お嬢様出てきた。Twitter ですの、 Twitter ですのね、私存じ上げております。お嬢様。先生したお嬢様だ。突然ちょっと僕の育ちがいいところで。しょうがないですよね、そういうのふとした瞬間に出ちゃう、ね、そうですね、出ちゃいますね、しょうがないです。クロカップのツイッターのですね、ユーザー名がですね、アットマーク CLOCKUPOFFICIALクロックアップオフィシャルで検索して、ぜひフォローをお願いいたします。お願いします。お願いします。
はい、あとは、まあ、眠れぬ羊と孤独の狼外伝も好評発売中です、はい、そちらの方もぜひお願いします。あと音声作品なんかも、ね、常にダウンロードでバーって出てるんで、たくさんあります、ぜひ、まあ、中には、ね、杉原さんの声やってるのもあります。そうですね、皆さんぜひお聞きください、はい、あのムキムキマッチョの女の子がどうしてだどうしてそうなった、ね、なんかロリやります、あー30分耐えられるかな、聞いてるかな、多分 SMR30 分超えるぞ、収録時間決まってますよあ、そうなんです、ね、ちょっと今日出ないんで明日とかできないんですよ、いずれね、いずれね、まあ私もプロですからね、はい、そんな感じでございます、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ稲荷うずきさんの方から告知ですね。はい、あ、ですね、 DL サイト様でただいま配信されてます、うん、ドッグイートドッグエラドラマ初めての催眠魔法という作品で手を役で出演させていただいております。はい、エッチに奔放な手を と、すごく真面目に魔女さんのことを思ってるセオドアの2人が、あの優しく魔女さんを手ほどきして催眠魔法にかけていくという作品になっておりますので、優しかった優しいところあった、優しくはなかったと思うよ。いやでもね、優しい場面もあるんですよ。本当にあります、あります、ぜひ皆さんお聞きください、よろしくお願いいたします。手をよりはね手をよりはそうでもなかった気がするやっぱりあれですか、ちょっとあのインテリの方が攻めてほしい感じですか。両方ですね。やっぱりそれはなんか正規のルートですけど、あでもインテリでも攻められるのもいいと。うん、でもやっぱり本当に自分勝手もいい二人一緒だとなおいい、ね、何でもいいのか割と何でもいい、ボリュームセットはね、その辺の女性向けってネトラルとかもあるんですか。あの先に言っときますけど、私女性向けは女性向けでも B の L しか聞かないので、いや BL でもネトラルとかはあるんですか。3人出てくるってことですね、出演者、あの愛されただ、愛されっていう感じ、あごめんなさい、愛されって分かんないですよ、ね、全く分からない知ってる程度言われても何も分からないですなんかまあ一人受け子がいて、うん、なんか双子に愛されるとか、ああなるほど、取り合うとか寝取られって割と寸でなところで助けられることが多いです。ああそっで結局元に戻るみたいな、うん、そんな感じです。なんか、うん、かませ馬、かませ馬、かませ馬、かませ犬ですね、かませ馬、馬は当て馬の方です新しい言葉で、カマス馬ってそれもうなんだろう、食べられるんじゃないかな、なんかちょっと SE 投げてほしいですよね。そうライオンとなんかシマウマ出てきた僕の頭でカマス馬って、まあ、あとはあのベンチョコオロギって言われてるので、まあ、カマドーマって言うんですけど、もう脅してください、はいはい、以上で大丈夫ですよ、はい、大丈夫ですか、ね、はい大丈夫です、はい、というわけでおしらじでは皆様のメールをお待ちしております。普通おたでは普通のお便り、新コーナー、新しくもないね、もうね大丈夫ですか、なんでやってるんですか、もうちょっとパキッとしてもらっていいですか、何が何がかませんわ、かませんわ、言ったの杉原さんですからね、言っときますけど知ってるよ、兄貴はもう頼みましたよ鼻中が出てきたの、はい、普通のでは普通のお便り、お試し ASMR 体験会ではバイノーラルマイクで表現してほしいセリフ、シチュエーションなどなど大募集、サークルやメーカー様からのご応募も大歓迎、みんなで ASMR コンテンツを盛り上げましょう。その他日本語で読めれば何でも OK、 投稿は番組ホームページ内にあるメールフォームからお願いします。しまった、稲荷さんに読んでもらいます失敗したな読みますもう一回大丈夫です、ちょっとはい、それではクロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳垢だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジは終了の時刻となりました。お相手はクロックアップの池田かなめとパーソナリティ杉原まつり、そして次回も引き続きお付き合いください。お付き合い、お付き合いは、まあ、分かりますね、えそういうそういうシチュエーションを お望みで、ね、まあありますけど ね、まあ、僕が刀で君が鞘抜いたり刺したりみたいな、そういい、あったかいな、今あの人間椅子っていうところ の無限の住人の主題歌なんです、知らないよはい、ゲストははい、かませ馬声優の稲荷うずきです。さあ馬刺しなんだよな僕もそう思ったんですけど、ただほら今馬のとかにコンテンツに対してはちょっといろいろ厳しい時期なので大丈夫、ちょっと大人気のあるとこあるんでね、なんとは言わないですけど時勢がね、はい、はい、次回は12月の10日更新予定ですということで、はい、じゃあせーの、それじゃあまたね。クロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳垢だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオ
このラジオの中の兄貴って、まさかあなたは。私はただの、なんかもう最近疲れちゃって立たなくなってきたかもしれないバーテンですよ。池田の池はイケてない池ってね。 ED か。お客様、またのご来店お待ちしております。はい、早く兄貴のチッコが立つよ。僕頑張ります。ここは豊島区某所にあるスナック祭り。夜な夜な美少女ゲーム業界関係者が集うこのバーに明日も迷える子羊が迷い込む。